ハ・ジョン・ウーは、韓国の俳優、映画監督、ワークハウスカンパニー所属。身長184センチメートル、体重75キログラム、血液型 A 型。韓国ソウル高等学校を経て、中央大学校演劇学科卒業。大学卒業後は、カルメン、オセロなど20編余りの演劇に出演し、キャリアを積み、1998年に、 CF 出演で商業デビュー。2002年制作、2003年1月韓国公開のマドレーヌで映画デビューする。時をほぼ同じくしてドラマ界にも進出、ブラハの恋人で注目される。兵役中には約10本の軍港法映画に出演し、2000年3月から約3ヶ月間、東ティモールで遺門公演勤務をした経験がある。 2010年並びに2011年に百層芸術大賞映画部門男性最優秀演技賞を国家代表と悲しき獣で2年連続受賞2013年にベルリンファイルでも同賞を受賞した2017年韓国公開の主演映画神と共に第一章罪と罰が観客動員数1441万人を突破する大ヒットを記録 翌2018年公開の続編、神と共に、第2章、元と縁も、観客動員数1227万人を突破した。2018年に所属事務所、アーティストハウスとの契約満了後、個人事務所、ワークハウスカンパニーを設立。趣味は水泳、ピアノ、剣道、絵画。特に絵画の腕前が最近注目され。 古典を開くまでになっているが、本人はあまりそれを表に出していない。父親は韓国で有名なベテラン俳優のキム・ヨンゴン。だが、その事実はしばらく公表されていなかった。2004年頃までは、本名のキム・ソン・フンで活動。ありがとうございます。